皆さんこんにちは、Bレジェンド栄養士の板垣です。今日はガンダムとコラボした連邦の白いヨーグルト風味、こちらですね、すごく大人気のプロテインなんですけども、こちらを使ってプロテイン入り寒天を作っていきたいと思います。用意するものなんですけども、まずガンダムのコラボのプロテインとお水ですね。今耐熱のタッパーに 200ml とシェーカーの方に 200ml 入っています。シェーカーはコラボシェーカーです。はい、市販のですね、フルーツの缶詰、今日はみかんです。あと市販の寒天ですね、こちらでだいたい 2g ぐらいになります。はい、では早速作っていきたいと思います。まずはこちらですね、市販の寒天のスティックを入れていきます。こちらを 200ml 測ったお水が入った耐熱のタッパーに入れていきます。こんな感じに入れてもらって、600ワットのレンジを今から使用するので、それでだいたい50秒ぐらいまずチンしていきます。レンジでチンしている間にプロテインを作っていきます。黒いスプーンで1杯分、1食分ですね、 200ml のお水の上にプロテインのパウダー入れました。あとはいつもの容量でプロテイン作っていきます。はい、混ざりました。こんな感じですね。はい、でこちらが50秒加熱したものになっています。まあ、煮溶かすようなイメージで、そこに溜まってる寒天ゴムベラなので溶いていきます。だいたいそこの塊が取れたなと思ったら、今度は約2分半ですね、加熱していきます。レンジで加熱する時の注意事項なんですけども、ちょっと目を離してしまうと爆発してしまう恐れがあるので、はい、気をつけて様子を見ながら作っていただきたいです。はい、皆さんは作る時気をつけてください。今日はですね、ガラスのこういった容器を用意しましたので、フルーツ入れていきます。はい、もうお好みの量入れていただいたら大丈夫だと思います。レンジから取り出してきた温めてた寒天ですね、ここ2分半とか経ってしまうと結構下がかなり固まってるので、しっかり溶かしていきましょう。ここでムラがあったらちょっと小さな塊になっていくので、しっかり溶かしていきます。だいたい全体が溶けたなと思ったら、ちょっと粗熱取ってあげましょう。ちょっと熱が落ち着いたら、今度はプロテインと一緒に合わせていきます。プロテインとしっかり混ぜ合わせていきます。今度は型に流していきます。今日はこういう型用意したんですけども、普段やるときはもうこのタッパーのままいつも冷蔵庫に入れています。なので好みで大丈夫だと思います。じゃあ早速入れていきます。に流したらこんな感じになります。もうこの時点ですごく綺麗ですよね。今から冷蔵庫で約1時間固めたいと思います。はい、冷蔵庫で1時間寝かした後がこんな感じになっています。わかるかな。はい、綺麗に固まりましたね。揺らしても動かないぐらいしっかり固まりました。これぐらいになったら、はい、食べれる硬さです。これだけだとちょっと寂しいので、飾り付けしていきます。はい、完成しました。ガンダムの連邦の白いヨーグルトの入りの寒天ができました。こんな感じです。こちらのスペックの紹介です。だいたい1回の、合計で 400ml なんですけども、それぐらいでこちらのこれぐらい小さいココット5個分ぐらいできます。こちらの小さいココット1つ分のスペックが、カロリーが 50.5kcal で、タンパク質 4.3g、脂質が 0.3g、炭水化物が 7.6g 入っております。すごく減量中でも全然ね、ギルトフリーなお菓子なので、 50.5kcal しかないので、ダイエット中とかでもおすすめです。
お子様用の、まあ、おやつだったりとか、まあ、ダイエット中の息抜きにぜひ作ってみてください。それでは B レジェンドとガンダムがコラボした連邦の白いヨーグルト風味を使った寒天レシピ、ぜひ作ってみたいなと思った方はグッドボタンお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあ心していただきます。あ、ちょっと待ってください。はいはいはい、あの板垣キッチンなんで、はい、食べるとき板垣ますでお願いします。あ、ごめん、そういうルールがあるんですね。わかりました。はい、ちょっとじゃあやってもらっていいですか。はい、じゃあ手合わせてください。はい、はい、せーの、板垣ます。板垣ます。いただきます。特別があるんです。